はい、こんばんは、ヤムネロと申します。さあ、恵方巻き徹底調査シリーズ2024、第2回はね、今回はね、セブンイレブンさんを、見ていこうじゃないかなというわけでございますね。セブンイレブンさんのデータがこちらということで、こちらもね、多分あのリンクがね、あると思います。もしオンラインの、申し込みのサイトとかもあると思いますんで、そっちの方もね、またリンクに貼っておきます。ですね、画像データとかね、そっちの方をね、しっくりと、見てもらったらいいかなということで、こっちの方はね、数字データをね、またドンと出して、ファミリーマートさん、第1回の時みたいな感じでね、やっていって、で、今回はまたね、ファミリーマートさんのデータが既に出てますんで、そのデータとの今年の比較と、去年のセブンイレブンさん同士の比較っていう形で、水平対抗に、ボクサーエンジン、なんでスバルになっちゃったんだよくわかんないけど、やっていきたいなと思っております。では、行ってみましょう。ということでね、セブンイレブンさんね、やってたんですけど、重きにドンと出てるのは、銀座久兵衛さんですね。銀座久兵衛監修の恵方巻きと。で、また、こっちの方がね、裏で、勝ち足のやつがドンと乗ってます。ね、パッと見の感じと、このカタログのレイアウト、さらにそこから観音開きに行って、さらに品目が書いてあるよという、形を取っているので、まあ、相変わらずでかいあれですけど、この観音開きタイプになっておって、いわゆる両 A 面シングルみたいな感じで、肉ネットとクラシックネットを出してきているという形なんで。実はこの構成は実はファミリーマートさんも、実はね、その近い構成に、ね、なってきた。去年はファミリーマートさん肉もドーンっていう感じだったんですけど、この両 A 面シングルみたいな、スタイルがこれからちょっと流行になっていくのかなっていうことで、多様化が流行ってますからね。やっぱ若い子だったら肉の方がいいですね。まあ肉が好きな人は肉が好きだし、魚が好きな人はね、魚が好き。まあその、文化人類学的な思考でいくと、いわゆる、今までは、嫌い関係なくね、出てきたものをね、食べるしかなかったよねっていうところから、別に一生魚を食い続けようと思ったら、一定の収入さえあれば、別に一生魚を食い続けることができるようになってるじゃないですか。別に一生肉を食べ続けようと思ったら、ね、まあ、家族でね、まあ、もちろん、その健康肉とかね、奥様がね、健康肉とかで、お肉ばっかり食べちゃダメよって野菜のね、と、野菜たりとか、そういうようなこともあるかもしれませんけど、まあ、シングル単身世帯とか増えてくるとね、そういうね、制約とかもなくて、一人暮らしだったらね、別に、毎日別に肉を食ってなって、っていうことか、選択肢として生まれてくるわけですよね。っていうふうになってくるとね、よくこういうのを、ステレオタイプ化じゃなくて、なんだっけ、イヤホン化、イヤホン化現象って言われとって、いわゆる、スピーカーでね、みんながね、流れてくる音のところで聞いてるところっていうのは、いわゆる共通の、その地域で聞く民族音楽だったりだとかね、そういうような感じだとか、それじゃなくても、例えば、ポピュラー音楽にしても、みんなが知ってるよねっていう曲が生まれやすい感じを。だから、イヤホンで聞くようになると、だってその、で外でわーって、まあ、なっとったら嫌顔でも耳に入ってくるじゃないですか。それこそはその、昔大流行した曲、例えばビーズとかだったら、別にビーズが大好きだっていう人 でも、そうじゃない人でも、別にね、テレビパチッとつけてね、音楽番組がちらっと流れてきたらね、ウルトラソウルって言ってましたし、っていうような形で、で、しかもラジカとかね、街からの音とかもわーっと聞こえてくるっていう中で、あれだったんですけど、今それがね、どんどんウォークマンかとかね、イヤホンかって言ったりするんですけど、イヤホンで聞くようになった音楽をイヤホンで聞くようになった。そうすると、イヤホンで聞くとどうなるかっていうと、周りから他の音楽が入ってこないよね。ってなってくると、自分の好きな音楽をずっと聴き続けることができるよねっていうところ。で、そこからさらにサブスクリプションっていうのが始まって、好きなジャンルだけをずーっと突き詰めて、そのジャンルの今までだったらね、その、相当頑張ってね、マニアックにね、レコード店をはしごしてね、古い CD とかで、ね、そういうのを集めてね、それでね、あ、このジャンルの、あ、この人、このやつもあったんだとかって言って、集めてるとかしないといけなかったのが、今ではね、ジャンルクリックでね、ポチってやったらね、そのジャンルのやつの有名なところとかが何千曲と出てくるんで、好きなジャンルの曲だけを続けるということが可能になったんですよね。で、しかもイヤホンの防音性能とかも上がってきてるということで、他の音楽を入れる必要がない。で、さらにネット化で、テレビとかも見なくなってくると、全般的な一般的な音楽っていうのが、どんどんなくなってきて、その人の好きな曲っていうのを聞き続けることができる。これは音楽としては、聞く側としては、ね、とりあえず、好きなジャンルやついくらでも聞けるんだからいいじゃんっていう風になってくるから、それでね、流行るんで、音楽産業としても流行るんでいいんですけど、ただこれはちょっと難しいところで、いわゆる、一大巨頭みたいな、誰でも知ってるよね、今のね、10代の子なら誰も知ってるねっていう風になってくる。ドリカムとか知ってるのか。逆にね、TikTok とかで、流れてくるので、新しい音楽で入ってくるぐらいな感じなので。ってなってくると、もう、
うちらね、もし3世代のね、入ってくる、誰でも知ってるよねっていうか、ね、例えばうちらだったら、好き嫌い関係なく多分、それこそビーズだったり、ミスチルだったり、ビーズ、ミスチルなんて言われたら、女性アーティストのグローブとか、アユとか、この辺りとかになってきたら、うん。絶対耳に入ってくるの聞いたことあるわっていうのがあるんですけど、今のところは、それが、まあ、有名なところだと聞いたことあるわっていうのが、めちゃくちゃあるかないかの、本当に、いわゆるデジタル信号みたいな感じで、ゼロサムの、感じになってきてるよっていうのが、一つ流れにあるっていうところが、これが食文化の方にも影響を及ぼしているところがあるというふうなね、観点があるので、ですので、その食の多様化というようなね、まあ、よく多様化というような言い方をしますが、そういうところからも、この両 A 面のところとかで、訴求を図っていくというような形、クラシックな感じと、肉の若者、っていう感じで、訴求していくっていう形が、当たってるんじゃないかなというようなところ、これいいですか。この教師だけでここまで語る、これが大事ですから。まあ、今日はまだ5分。まだ5分、大丈夫、大丈夫。あ、そっか。見てる人たちは、時間がもう分かってるんだ。うん。スクロールみたいに何分になってるか分かりますか。今、私怖いですね。今からどれだけ喋るんだろう、何しか分からない。これね、ちなみに、台本何も考えてなくて、どんな感じかというとね、まあ、こんな感じで、まあ、見てたんですよ。これ、どうせ読めねえだろう。こんな感じで。ちょっとね、データの入力するときにちょっと気になったところとかこんな感じでバーっと、メモを書いて、それで話をしていくよってことなんですよね。セブンイレブンは、これあたりが、キューベとこれを持ってきてるんですけど、これね、多分ね、去年と一緒なんですよ。そうですね、そうだ、じゃあ、データ画面の方に書いていきましょう。ってことで、データ画面変えました。2024年が、キューベのやつが1296円になっていて、書きやすいやつがね、1026円でありますけど、これも、まあ、こんな感じですね。銀座キューベさんの恵方巻きと書きやすということで、品目的にパッと見てみると同じじゃないかって。特にね、キューベさんは本当にね、ほぼ一緒な感じかな。1134から、1296っていう形なんで、1296だといくら、プラス162円になってますよっていうことで、品目で見てみると細かいところなんですけど、7品目か6品目になっていて、おう、なんや、なんかでかい、ね、具材減ってるんじゃないかって思われるかもしれませんけど、これね、三つ葉が減ってます。おそらくなんですけど、予想としては、三つ葉入ってる。全体のその本格派な、好きな人ね。もちろん、やはり三つ葉の風味が入っていることによって、より本格的なね、合うもんね。穴子とね、三つ葉合いますからね、ということで、あれだったんですけど、いわゆるハーブ系って好き嫌い分かれるじゃないですか。ね、三つ葉の味って、要は好き嫌いか分かるところがあって、三つ葉が入っているっていうので、ちょっと敬遠されたところもあるんじゃないかということで、なのかな。あとは、まあ別に、その、三つ葉のやつ、別にいらなくねというような感じになったのか、というところなんですけど、まあ、どちらにしろ三つ葉がなくなりましたよという形でございますね。まあ、原価だが、その三つ葉の原価でってなってくると、原価比率で言っても、数円とかのところになってくるところで、それぞれね、その、価格帯に与える影響はね、どんなに高く見積もっても10円とかなんで、うん。そこをケチりに行ったというよりは、うん。費用対効果として、うん。まあ、需要はないでしょうという、踏み込みになったということでしょう。まあ、野菜のね、彩り的にはキュウリも入ってるんで、結局彩りがね、入ってきますんで、それで問題ないでしょうということなのかなと思います。どちらかというと、大きい変更があったのは、柿屋さんの方ですね。和牛すきに恵方巻きということで、入ってるんですよ。じゃ、去年は何だったかというと、黒毛牛の、牛すき恵方巻きっていう風になってました。で、ここのところでね、ちらっと言ってたのが、確か去年ちらっと言ってたと思うんですよ。これ黒毛和牛ってなってるんで、その国産牛かどうかはわかりませんと。今、和牛ってその海外でも製造がね、育成がされている、ところがありまして、うん。品目のところに、例えばここに牛肉国産とかって書いてあるんだったら国産でね、あ、黒毛和牛、国産の黒毛和牛って間違いないかなってことだったんですけど、まあ、黒毛和牛としか書いてないから、もしかしたら海外産かもしれないけど、その可能性はゼロではないですよということなんですけど、まあ、柿屋さんだから押すことは間違いないでしょうという、品質的なところは大丈夫でしょうというような話を出ましたようなんで、国産にね、どうしよう、和牛イコール国産でないとダメなんだというような感じの人だと、もしかしたら、そこら辺ででね、あれかもしれませんけどね。けど、まあ、あっちには多分もうね、黒毛和牛ということは、そういう品質の良いものを使ってるっていうのは間違いないし、飼育方法もその、黒毛和牛を育てて、その出荷するっていう時は、海外の育て方なんですけど、その、
飼育肥料とかも基本的にはこっちの日本に合わせて、作ってね、出しているんで、そんな味が、めっぽう、下がるということも、ちょっと、考えにくいのかなというところ、だったりします。っていう中で、話をしてたんですけど、今回はね、問答無用で来ました。真っ逆牛しようということでございますね。これね、なんや、真っ逆牛しようって書いてあるかもしれんけど、ね、お前国産じゃないかもしれんやないかと、言われるあれがあるかもしれませんけど、これはね、ないで。真っ赤牛に関しては、もう真っ赤牛、柿屋さんはもともと真っ赤牛を売ってたところなんで、それこそ、明治時代とかに、柿屋さんがね、なんとか、それでね、商いを、やるのにあれでっていうので、東京にね、真っ赤牛を連れてって、で、その東京で、牛さんごと連れてってたらしいですね。で、牛さんごと連れてって、そこで、東京の方で、屠殺ですね。いわゆるお肉、精肉の状態にしますよ、というふうな、ことをすることによって、より品質の高い、当時なんで、明治時代とか最初時代とかだったら、物流がね、そこまでちゃんと整ってなかったところだったんで、今みたいにね、現地でね、加工して、運んだのが、ね、その日の午後には届きますよ、みたいなね。東京だったらその日のうちの午前中に届けますよ、というようなこととかはできない。時代、何日もかかるような、いうような時代の、ところだったりするんで、そういうところとかを踏まえて品質管理っていうところで、わざわざ東京まで牛さんをね、引っ張って、頑張ってね、日々引っ張って、連れてって、やってたよっていうのが一つ、その松阪牛は、だから、お、何や、他のなんか地域のやつでも東京で食べるとき、この肉めちゃくちゃうまいやんってなったんで、松阪牛イコール東京のところ、東京の中で、松阪牛イコールダントツでうまい牛っていう風になって、そこからと高級。その分、その移動させたりとかそういうことをやってるわけですから、すっげえコストがかかるんで、高級なんやけど、高級やけど、すっげえうめえぞ。ここ、まさかしか来やすいな。やっぱ、物もんやってなって、それで高級料亭とか、そういった位置付けのところが確立させることができたっていうのが、一つ、そのまさかしのブランディングのってことだったりするんで、他のところはそこまでやってなかったんですよ。っていうところがあるんで、それを恩恵が未だに受け入れてるってことですよね。その時のイメージ。だから、今多分探せば、まさかしと同等か、それ以上に美味しいお肉っていうのは探せば多分あるはずなんです。物流がそれだけ改善されてきてるんで、別に米沢でね、バッと切ったやつをね、持ってきたい。もう、今はまさかもう、わざわざその牛をね、頑張って、歩いて引いてたらしいですよ。牛さんを頑張ってね、歩いて引いていくという、ようなことがね、当然今はしてませんので。っていうことを考えると、飼ってる品種が一緒で、飼育方法とか、まさかもね、もちろん飼育方法にこだわりを持ってやってたりとか、そのビールを飲ませとか、いろいろね、有名な話がありますけど、肥料のところとかの、設定とかもすごく細かい決まりがあってっていうのはあるんですけど、多分、昔、明治の人が食べた、何日もかけて、ね、精肉状態になってから何日もかけて配ってきた肉と、ね、そういう風にして、すげえフレッシュで、すげえ美味しいお肉。とでは、まさか牛と他のところに圧倒的な差があったのかもしれません。東京で食べる人の話ですよね。で、っていうところから比べると、今はそんなにも変わってきてないんでしょうけど、当時のそれの影響で、未だにまさか牛、イコール、高級肉の代名詞ですね。まさか牛って言ったら、全国で通じるんですから、すごいことなんですよ。っていうことでございまして。三重県って何があるのって言ってね、伊勢海老とまさか牛って言ったら、間違いないですからね。あと、鈴鹿サーキットかなっていうところとかね。最近は、島スペイン村ですっかり有名になってるね。意外とその三重県行こうっていうのはね、増えてるのはありがたいところだと思いますけどね。いう形なので、で、その、まさか牛に関しては、っていう感じでブランディングのところの話しました。かきやすのさんが、間違いなくまさか牛を流通させてると思います。これ、こんだけどどんと言ってもいいけど、まさか牛しようってね、書いてあってね、これ使ってませんでしたってなると、とんでもない話なんで。で、まさか牛イコール、国産は間違いない。まさか牛っていうふうな定義のところがちゃんと決まりがあって、まさか市と、あれ、明和町でしたっけ？さっきの明和町だったっけな？どっかの地域、いいのか？どっかの地域だけで作られて、ちゃんとその品質管理基準とか飼料のやつとか、そういうようなやつも全部決められていて、中で育った中で実際にお肉として鑑定をしたときに、A5 等級を、取れていた、最高のね、A5 っていうランクのやつを、取ったものだけをまさか牛と呼ぶという、すっげえハードルが何重にも高い、いいところで初めてまさか牛で使える。その中に、育てた育成地域っていうのがちゃんと含まれているんで、まさか牛ってなってるっていうことは、イコール国産は間違いない。
絶対大丈夫。三重県産の、その三重県そこで作られてるのまあ間違いないです。あ、もちろんその種村は基本的に神戸牛のやと思ってたりするのか、鹿島とかから持ってくるのかな、まだまだリーチだと思うんですけど、うん。だから、その、品目的に言ったら、その、神戸牛とかと、基本的に、その種類としては、変わらないんだったっけな。っていうことなんでね、あれだけ、まあまあ、神戸牛も十分高級なんで、あれなんですけど、今では、あれですけど、っていうようなところがあったりする。で、まあ、それぞれは前回みたいに、その黒毛和牛ってなってるだけだから、国産かどうかわからないよっていうのは、完全なくなってます。まさか牛って、もう、メイクしてるんで、これは、もう、間違いないでしょうということでございます。で、1026円ということなんで、お値段はちょっと上がったね。160円ぐらい上げてる ?162 円か上げてるんだっていうことですけど、まあ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 、多分単純にね、予想ね、あの黒毛和牛がもし海外産だった場合っていうのはね、海外で黒毛和牛を育てて持ってくるんだったら、交雑牛とかね、安いお牛さんと違って、円高の、円安の影響をね、結構かなり受けると思うんですよ。その、安い、海外産の、牛肉と違ってね。っていう風になってくると、もう、だから、どうせ値上げになるんだったら、もう全く牛使っちまった方のが逆にブランディングできてよくねっていう、ことになったんじゃないかなと思います。まあ、もしかしたら売れ行きとかそのあたりとかも見て、肉もいけそうやな。で、どうせ値上げにして、まあ、1000円どうしてももう超えるんだったら、だったらもうこうやってしまった方のが逆にいいんじゃねということで、まさか牛のブランディングのところにあやかっていこうというのがね、まあいいんですよ。そういうふうにしてね、まさか牛を使っていただくことで、またまさかのね、知名度が上がっているということなんでね、いいことでございます。ということでございます。今日も合ってます。で、ちなみに今回のリストには入ってないんですよ。その、奈良松さんじゃなくて、銀座久兵衛さんの、恵方巻きが入ってる兼ね合いで、茶碗蒸しとかお吸い物とかもね、ラインナップの、予約はできるようになってます。それまた高級で美味しそうなやつがね、入ってますんでね、そのあたりとかもね、チェックしていただいたらいいんじゃないかなと思います。今回はもう恵方巻きオンリーにしまってます。スイーツ恵方巻きとかもちょっと今回省いてます。で、恵方巻きのこのお寿司系のやつですね、お米で海苔で巻いてあってっていうような感じのやつ、いわゆるお寿司系のやつで、ちゃんと恵方巻きの形になっている、ものオンリーで、全部、データを比較してみようと思ってますので、それでやっていこうと思ってますんですけど、こういった感じになってますよ。そういうことだよ。で、他の、一般的なところのやつがかなり扱いとしてはきてですね、後の農家のところにちょろちょろっと書いてあるだけになってるんで、この二つ、うつってきたいなっていうのはすごく見える感じかなっていうところで。で、残りのやつを見てみると、三つ目が、エビとツナの、サラダ恵方巻きですね。ここは安い方からどんどん出してる感じですね。388円で、出してきてますよということでございます。で、エビマヨネーズ和え、カニカマ、ツナマヨ、厚焼き卵、キュウリといった、品目になってますよってことで、5品目でね、比べてるという感じになってるんですけど、これがなんか去年と何か変わったところあるかな、変わったところは、あとは恵方巻きを、最初のお世話持ってくるのをやめたんだ。で、ツナと、サラダの恵方巻き、今まで、最後のお世話になったやつをこっちの上に上げてきたやつで、388円からっていうことなんで、388円。あ、一緒 ?388.8 円。一緒か。値段はそのままちゃんと据え置いてますね。で、サイズが 8.5 から、8.5、4.5、8.5 だったらいいな。で、あ、そう、今回がリスクで、ね、に分けるようにしました。で、エビマヨネーズ、何か変わってる？品目的にはあれ、1個増えてる。前が4から5になってるっていうのは、なんだ、カニカマツナマヨネーズ和えっていう、カニカマをツナマヨネーズ和えましたよっていう1品目から、カニカマプラスツナマヨネーズ和えっていうふうに、ツナのマヨネーズ和えに変えましたね。という形ですね。まあ、出せたら物は一緒ですね。はい。ということでございますね。まあ、こういうふうにして、新品目がね、増えた感じ、アイテム数が多く見た方がね、合格感が出ていいでしょうというね、まあ、こういう俗に言うステルスじゃないかっていうところなんですけど、まあ、ここら辺はもう、ね、難しいところなんです。まあ、多分ね、というかね、
去年のデータをこんな見ながら、比較してこんなことを、突っ込み入れてるタイミングなんて、多分ね、うちぐらいしかいないから、多分、だから、これの、セブンイレブンさんの企画会議で、言ってて、これ品目一つ品目増やして、これツナで、カニカマツナマヨあえっていうのを品目か、カニカマとプラスツナのマヨネーズあえっていうふうにして、品目数、アイテム数を増やした方のが、今出ませんかねっていうようなことが、きっと開発会議で行われたんじゃないかという勝手な目測ですけどね。によって、このが分かれて4品目から5品目になってるっていうことだと思うんですよ。多分ね、誰も気づかないもん、だってこんな。ね。こんなこと言ってるのは多分、じゃあ単にぐらいですかね。ということでございますね。で、あとは、海の幸の海鮮恵方巻き。海鮮恵方巻きが、これは上の線。だから逆に書いてあるんですよ。多分値上げとかがあった兼ね合いで、少しアイテム安く、基準のアプリカーもね、見ていく動線で、いや、いつかパッと見る動線で、パッと目に入ってきたとき、あ、高いなと思うか、安いなと思ったとき、去年のその、ほまけの値段のやつから、こっちの方のやつをパッと見ると、体感的に、潜在体感的ぐらいのところで、どこもないなというふうに見えるというところが、というところで、たぶん、それこの、サラダ巻きから持ってきてるんじゃないかなというところがあったりしますけど、真ん中のところに持ってきてるのが、海の先海鮮ほまけ。なんで、動線的にはこれ一緒のところになってるんじゃないか、海の先海鮮ほまけ。で、861.84 円ということでございます。で、ホタテサーモン、ホタテサーモン、イクラ、厚焼き卵、キュウリ、大葉という形でございまして、パッと見てみると、値段的には 861.、結構上がってるね。100?150 円ぐらい上がってる ?7、8、6。いくらの10円ぐらい上げてるか。あ、結構上がってますね。多分、海系はちょっと、あれかな、値段上がってるのかな。で、ホタテさん、6品目から、7品目か1品目減ってるな。何が減ってるか。何が減ってる今回ホタテサーモンだよ。ホタテ。逆にホタテも入ってるな。ホタテが入ってきてる。サーモン、イクラは入ってるね。で、あと焼きたもんやろ。キュウリ、大葉で、マグロのたたきとボイルエビをなくして、代わりにホタテにしてるんだ。だから、サーモンと、マグロのたたきと合わせるよりも、サーモンとホタテとかで、相性目のいいやつで、さらに濃くなってるか、マグロを外してきたんですね。なるほどな。なるほどね。そういうような感じで仕上げてきてます。いうことですね。いうことですね。で、次が、7品目の幸福エフォーマットということですね。それが537.84円という形になってるんですけど、これが、厚焼き卵の、かんぴょう、きゅうり、きいたきのころ、れんこんというふうになってるんですけど、値段は変わってた、537確か変わってたよな、ほうまきは上から下に変わってるんですけど、7品目の幸福やほうまき、名前は一緒なんですけど、496.8 円から537だから、40円ぐらい、39円か、話しますね、ということでございますね。で、品目は7品目のまんまですね、一緒かな、ここは変わってなかったっけな。厚焼き卵、かんぴょう、かんぴょう、きゅうり、あらご、しいたけ、しいたけ、前はしいたけっていうふうに、アイテムだけで書いてあったら、しいたけ2に変わってますね。まあ、多分、まあ、ね、聞いたら分かるよってことなんですけど、まあ、煮物ですよっていうのを、分かってもらおうってことでしょうね。応募の、レンコンということか。より、わかりやすくという形でございますね。うまくいった。で、上がってますよ、ね、これ。で、さらに、ミニは345。これ、去年のデータが。同じくミニが345って残ってることで、ミニは一緒の値段で頑張ってるよということで。で、3本セットは1613円ということなんですけど、これ3本は、ミニは 4.5、8.5、なんか 4.5、8.5 で一緒なんだよな。これは、なぜか、据え置いたんですね。なるほど。なので、かなり、この、ハーフが相対的にちょっとお得な感じになるのかな。
という形でございますね。なんか今までハーフよりもロングの方のが1センチあたりの単価は、高かったですよってなってたら、まあ、ぐらいになってきてるんじゃないかなということでございます。いわゆる、センチあたりタンクみたいな感じのね、やつですね。両あたりタンクが、上がってますよという形でございますね。ミニセンスでこういう風になってます。13センチで 4.5 センチ。幅 4.5 は一緒かな。で、ファミリーマートさんと比べると、幅が確か、ファミリーマートさんは、4.7。2回目だけ 4.5 になってるけどっていうことですね。方向きだけ。まあ、去年も同じ傾向だ。あ、そうだ、しまった。これ触れてなかった。恵方巻きはこそ 4.5 になってるんですね。肉山も、ちょっと、サイズが、あれになってますね。ということでございます。すいません。ちょっとファミリーマートの時にそれ気づけばいい方。そうですね。4.5 になってるんですね。で、もともとセブンイレブンが 4.5 だったんで、そうですね。4.5 ということで。そう、確かにこれは去年やった時にローソンが太かったんですよね。確か。っていうのがあったんで、それあたりもね、ちょっと今年はどうなってるか、ちょっと、見どころでございます。これ去年の2社全部比べて、こんな経営の話までされるなんて思ってもないでしょうからね。うん。まあでもね、見てもないでしょうからいいでしょう。ということでございますね。まあ、これも一応データの話をしてるだけですからね、私。何かその、なんかそれでね、チェックなかったらどういうのこうのってね、あれも、あれですけど、一応そういうふうに、客観的なデータから、データの紹介をしてるだけでございます。そういうことでございます。まあ、ないじゃね。対処仕方ないですよ。だって、こんだけ原価上がってるんで、原価輸送費とかコストがもうどうしたって上がるんで、ね、値上げはもう致し方ないところではありますからね。っていうところで、そんな対策しっかりと見ていく必要があるのかなということでございます。ということでございますね。ああ。で、これを今年のデータでじゃあちょっとちらっと見ていきましょう。相場で見てみると、回復価格は1296円ということで、今年は去年確かにファミリーマートの方が上回ったんですけど、総合は、ファミリーマートとセブンイレブンだと、そう、ああ、でも去年もファミリーマートだと1144から1296円だった。とか、ファミリーマートが、7番されて入ってますね。ちょっと上がってます。ですから、セブンイレブンも上がりましたけど、ファミリーマートさんの方がやはり高いなっていうところですね。方巻きの確率と575.374ってことで、去年はどうだったんだっけ ?480 は496.8ってことなんで、ちょっとセブンイレブンの高いと、セブンイレブンはもともと 4.5 で、去年は 4.7 だったところから、ということで、ちょっとファミリーマートさんはちょっと方巻きはかなり上がったのかなというところでございますね。なるほどな。で、最低価格が345の設定を作ってきてるっていうのが、去年のね、やつよりも安く、仕上げてきてるっていうのが、かなり特徴ですね。うん。去年のファミリーマートさんの最低価格よりもさらに安く、対応もという形を持ってきていて、比較的、ミドル配下だと、ローエンドのところをしっかりと抑えてきてるなっていうところですね。で、セット販売は、全体のアイテム数が7で、うち1ってことなんで、まあ、単純な品目的には6で、一緒かなってところですね。で、10センチ未満のやつがちょっと多くなってますよってことになってますよってことでございます。で、予約の締め切りとしては、1月29日から、総菜とかスイーツ関係は27日で締め切るらしいんで、ちょっとそのあたりで、ちょっとご気をつけていただければいいんじゃないかなと思います。詳しくは概要欄で、しっかりとまた見てもらったらいいんじゃないかなということで、セブンイレブンはね、これぐらいで、締めさせていただいて、あとローソンとミニストップ、見ていきたいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、この動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。